現在、開催中の東京オリンピックに出場した中国の女性アスリートの多くが、明らかに男性的な特徴を持っていると指摘され、国内外で疑問視する声が高まっています。女子重量上げ49キログラム級で金メダルを獲得した中国の硬式系選手は、外見や身体的特徴があまりにも男性的だと指摘され、注目を集めました。また、新設された3人制バスケットボールに出場した中国の女子選手にも、女装していると疑惑の目が向けられています。 中国の陸上競技大会に出場したコナン女子チームの両毛説選手と同窓間選手は、その性別は以前も疑問視され、2人の容姿と声はまるで男性だとの指摘が再燃しました。2019年当時にも、韓国メディアは中国のアスリートを、女性選手は男に見えると揶揄しました。中国のネットユーザーからも疑問の声が相次いでいます。 一部のネットユーザーやマスコミは、インターネット上で両選手の情報を収集し、中国女性アスリートが男性化する理由について、長年にわたって、筋肉増強のため男性ホルモンを使用していることが原因かもしれない、と分析しました。このようにして、中共政府はメダル獲得のため、に女性アスリートの人生をも破壊していると批判されました。東京オリンピックの体操男子個人総合で、 橋本大輝選手は小尺と宇選手に0.40の差をつけて金メダルに輝きました中国共産党の機関紙環球時報は29日に審査員の採点が橋本選手に偏っていると非難しました一部の中国ネットユーザーからは審査員は不公平だとの声が上がりさらに過去の恨みを思い出せとまで橋本選手への誹謗中傷をする人もいました 国際体操連盟は7月29日に、基準通り公正な評価であるとの声明を出し、採点の詳細を公表しました。しかし、多くの中国のネットユーザーは、そんなものには目もくれず、橋本選手のインスタグラムに、偽のチャンピオンと書き込みました。インスタグラムのタグ付け機能を悪用した若い世代の民族主義者、小粉公たちは、彼の写真に、日本の恥の文字を入れました。 広島と長崎への原爆投下の写真を投稿し、橋本選手を圧倒しました。彼を攻撃したアカウントの中には、この目的のために作られたと思われるものもあります。橋本選手はその後、インスタグラムのプライバシー設定を変更し、タグ付けされないようにしましたが、彼のアカウントにはバリゾーゴンが殺到しました。 先週、水谷隼選手と伊藤美誠選手は中国に僅差で勝利し、史上初の卓球混合ダブルスの金メダルを獲得しました。その SNS にも、反則だ、不正だなどの攻撃と抽象コメントが殺到し、特に水谷選手にはある国から、死ね、などと自分を攻撃するメッセージが届いたといいます。また、伊藤選手のツイッターアカウントは、憎悪に満ちたコメントがあふれ、閉鎖せざるを得ませんでした。 この事件は日本社会に大いに衝撃を与え、新聞の見出しにもなり、SNS では怒りの声が上がりました。日本政府はこの問題に対して態度を明らかにしました。加藤勝信官房長官は7月29日、日本政府としても差別的な書き込みなどがあってはならないと考えている。また、オリンピック憲章においても人種差別等は禁止されている。選手のひたむきな姿をぜひ、温かく見守っていただきたいと話しました。 ラジオフリーアジアは中国問題の専門家である東京大学総合文化研究家のアコ智子教授の言葉を引用してこう報じました。中国のネットユーザーの行動に多くの日本人が怒っている。日本ではオリンピック後に衆議院議員選挙が行われる。中共への不満が日本の総選挙にまで影響を及ぼしかねない。